受付を終わらせてきました。なんか食べつった。あ、やばいやばい。だから、この魚さ、赤と青のおたまみたいなやつ、おたまじゃくしみたいなやつ、なに？わかる。あの、野球のさ、風船みたいな。ああ、そうなんだ。私、てっきりさ、ハロウィンのなんかだと思ったの。いや、今、お化けとかかと思った。面白い色のお化けだなって思った。空気の抜けた風船ですかとか言ったのに。わかる。割れなくて。野球か。野球ボールもあるもんね。え、見てて。うん、回ったじゃん。あいつの椅子に当たるんだよと。ヤッホーヤッホー、みんな、あ、ありがとう、ハッピーハロー。新幹線で公園向かって待ってます。お出迎えを終わらせて配信に来たよ。ちょっと画角が明日いるけど、ゆうたん、うん、あら、タカシはって、タカシいるけどね、多分ここ来ないかも。ちょっと待って、おめでとう。無音じゃん、タワー。何言って、タワー投げてくれた人が無音だ。ちょっと私家ならさ、あれやるの、書くの、書くの、ちょっと待って、書くもの、書くもの、ワンチャンあるよ。ある、うん、これとかダメ。これ、ボールペンは見つけたけれど、書くものがないよね。え、ごめんなさい、ちょっと待って待ってね。これとかはダメだよね。絶対ダメでしょ。やべ、もう顔、ありがたわ、とりあえずありがたわ。公園入ってるから、公園入ってるよね。あの、お見送りで言うね。あ、バレてた。バレてた、バレてた、バレてた、バレてなかったと思った。配信は公演終了後もやります。やります、私もです。受付ありがとう、こちらこそ。めっちゃバレてた。お見送りめっちゃバレてない、バレてないと思ってた。めっちゃ見えてたから、こうやったら本当にひろか映るから。バレてないと思ってたから。バレるよ、ごめんね。え、うん、いいや、ありがとう。え、リアクション動画。そう、ここで30分、公園で30分です。あ、公園で30分。違う違う違う、すみません。あいちゃんは公園後に、公園ができないから、公園後できないから、あいちゃん、皆さんギフトありがとう。今日もびちゅいい、え、びちゅいい、え、よくない、あゆちゃん、ちょっとあんま好きじゃないんだ、今日のびちゅい。今日ポニーテールです。やばい、カッピちゃんのチーク菓子じゃない。確かに食べれないタイちゃん。ロカッピの主催にしてから本当に電池の減りが、ああ、そうだよね。そう、一番ペンライトの中で電池の消費量がないんです。そう、あゆじろう、ナッチが綺麗でしょ。かわいいな。アピールポイントがね、まつげだったということで、かわいいでしょ。私のまつげも綺麗でしょ。今日ポニテラの、今あれ、さっき受付ありましたよね。さっき受付したのに、ポニテ一応、え、でもね、ポニテがねすごい低いんです。今日なんか一番、そう、髪型アンケートを集計して3対2でポニテだった。3がポニテで2がストレートで、あ、ポニテなんだと思って、メイクさんにポニテでお願いしますって言いました。その日はしゃぶしゃぶしか食べてないからね。え、しゃぶしゃぶうまそう。うん、昨日食べた。お腹空いてきた。ね、美味しそう。お腹空いてきた。え、私あの今日ね、スープパスタを買ってきたんです。あゆさんが。私朝食べた。朝？うん。何味？トマトとエビ。それ、あ、違う。エビじゃない。あのなんか普通の。トマトの味。完熟のやつ。そう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 。あ、じゃあね、ほうれん草とサーモンが美味しいんだよ。お腹空いてきた。ね、あゆがいつもさ、買ってさ、いつもな、食べてるのにさ、そう、だから今日に限って、あゆ NGT に入ってあゆと出会ってスープパスタを知ったんだから。危ない。え、あれは本当にだから、その、うん、今度買って、ほうれん草と、ほうれん草と、ほうれん草サーモンの緑のパッケージのやつ、ほうれん草とサーモンの緑のパッケージのやつがめっちゃおすすめらしいから、おすすめってことだよね。でも一番最初に食べたスープパスタはね、うん、そのトマトのやつ。え、トマトがやっぱあれなの、
だみんなが入る道、うん、まあ、そうじゃない、そうそうそう、あ、酸っぱさ初心者だから、トマト、トマトとトマトクリームエビみたいな、ね、あれガチうまい、大好き、あのトマト終わった後にちょっとチーズとご飯入れる、あ、で部活だけどね、さすがに、あ、でもあれね1個130キロカロリーぐらいしかないから、あ、そうなんだ、ああ、そうそうそう、あ、食べた持ってきていいですか、ね、お腹すいた始める前に食べな、うん、私スープパスタ初心者だから、先週初めて食べたよ、え、そう、あのさ栗かぼちゃのポタージュを初めて食べて、その日からなんか美味しいなと思って、うん、スープパスタも先週初めて食べて、マジでいいんだよ、そう、だってさ、スープってさお腹に溜まるしさ、パスタもさ、うん、お腹に溜まるじゃん、うん、マジいいんだよ熱弁されてる、マジいいんだよ、マジいいらしい、マジいい、食べて、マジいいらしいです、あゆはあれが好きなの、なんだっけ、そう、さっき言ったトマトクリームエビみたいなやつ、トマトクリームエビ、食べてね、たくさんギフトありがとうね、本当にたくさん、これ野球、ありがとうございます野球の熊タワー、これかわいい、今日もパスタ食べたいいね、パスタ、これから公園ですが、皆さんは楽しみにしてくださっていらっしゃるでしょうか、ヘルチーだと思います、多分みんなは楽しみにしてるかな、公園スーパーにも、あ、スーパー、そう、スーパーにも楽しみみたいです、空きブロックが初めての方もねいらっしゃるよね、ということなということみたいなので、あの空きブロックもね、え、てかさ、今1年生と2年生と3年生だね、あ、そうだね、1年生と2年生と3年生だね、え、学校じゃあさ3年生にさ話しかけたり絶対的なのになんでこんなひよか、なんかひよかはいじれるんだけど、ひろか絶対年下だと思ったえ、あゆはちなみに私最初会った時どっちだと思った、え、あゆよりは年上だとは思うけど、うんうん、でもあんちゃんと同い年だと思った、あー、で、あんがなんて思ったんだっけ、年下か同い年か、年上っていう、うん、年上には見えない感じよね、先輩がなんなんだろうね、いらっしゃるか楽屋に、覚えた、たぶんちょっと、あ、違う違う、私の話、こっちの話、そういうことね、びっくりして、そういうことだ、なんか今日前髪あんま好きじゃない、自分のなんかふわってしすぎてた、見てこれクリーンと横から見た、でも一回だから綺麗だよ、あ、パピは妹感が強いって、妹ってわけじゃないんだよね、妹じゃなくて顔が童顔だからそういうことか、うん、ありがとう、なんだろう、え、じゃあ逆にさ他のみんなで年上年下第一印象聞きたい、うん、なーちゃんは最初どうでした、あゆはなんだろう、自分そのあゆは、うん、そもそもうちが最年少だと思ってたの、うん、あ、だからたかしが最年少ってのをびっくりした、たかし見た時は年上だと思ったってこと、うん、年上か、うん、かなんか別に年上って思ったりはしてないんだけど、うん、なんかうちが自分が最年少かと思ってた、確かに中3感はないよね、そうない、あ、中2だったか、そうだよ、中2だね、じゃあ交わせして、まあ、中3、まあ、そっかそっか、なになに、あゆちゃんとこからあゆちゃんとこから来ちゃったよ、まつげバチバチだね、はい、プンプン、たかしはやはり23歳だ、23歳のわけ、うん、それはや全然若い、ゆうたんはでも先に年齢を知ってた、私、おお、え、そう、面白い感じでした、来てね、貫禄があるのかもね、アンナちゃんの聞く顔は右です最近分かった大好きこういうの大好きです、今のちょっと大きめでちょっと垂れてる右の方が好きです、ハートー、イエーイ、まあ、あのビビたるさなんで分かんないと思うけど、省かれた省かれていい、作ろう作ろう作ろう、どうやって作ればいい、いいもん、アンナちゃん待ってる、切った切った、アンナちゃん今日切った、アンナちゃん、いや大丈夫、アンナちゃん大丈夫、アンちゃんアンちゃん大好き、最近やばい、
え、だからあゆさヒートアップしてるよね、うん、自分で気づいてたの。怖い怖い、ヒートアップしてるって、うん、してるんだよね、もうね、分かってんの自分でも、はあ、今日しすぎちゃったって思ったの次の日あったりした、あっちゃんかわいい、あれなんだ、後悔する日がある。え、あっちゃんあんま好きじゃないんですよね、あ、あんな、ね、え、どういうこと、え、あんなが好きじゃないって、違う違う、あっちゃんやられるのが、ね、そう、あ、そうそうそう、あんま好きじゃない、パーソナルスペースがあんま、そう、そういうことなのか、ボディタッチとかがあんま好きじゃない、そう、でもめちゃめちゃアイはボディタッチしちゃうからさボディタッチしちゃうからさ、そそ生まれるんじゃないか、仮装したいね、仮装プリクラとか撮りたいよ ね、うん、あそこそこにあるよそこにあるか、仮装、うん、男装プリ撮りたいんだな、男装したくて、あんなの男装はやばい、あゆ、最近つるしてる、あゆちゃんからそのメッセージが来たから、うん、ダンスしたらあゆの彼氏になってねみたいなこと言ったよね、うん、そしたら無理って言われた、無理、うん、あんちゃん、うん、でもなぎは私にあのイエーイ男になってアンナを落としたいって言ってたけど、わかる、ずっと言ってるよ、男になってアンナを落としたい、そう、うわ、うん、いいね、ずっと言ってるよ、めっちゃすごい素人のあの反応でしたが、わ、いいねわ、いいね、あ、テロップ、テロップ私書いたよな、テロップ、テロップ大丈夫、公演終わりも配信できそうだよね、あ、30分くらいならやる、一緒に、うん、私も30分したい、今何分経ったんだろう、あゆちゃんできない、あゆちゃん、あゆちゃん今やる、いっぱい、ああ消えた、あゆ、あゆ可愛い、イベント充電が 20% でした、中です、充電が 20% だよ、助けてよ、かないかな、もういっか、13分経過、 20% で持つかな、 10% になったらちょっと取りに行かせてください、え、あるの使う、はい、だってあれだよ、15だよ、あ、うん、そう、無理です、うーん、無理です、無理です、何回やるの、朝です、これからスッキリ帰省で、こんな感じですか、ザめっちゃ下から画角だけどさ、正直いつもの配信もこれぐらいの画角だよね、私確かに、ひろかっぴって画角さめっちゃ下からめっちゃ下土下座してる、これ知ってる、土下座のあれなの、ちょっとごめんね、やらかしたみたいな、え、土下座のあれなの、マーク、マークってか絵文字、 ORZ って土下座してみたいな、じゃあ私もしてみよう、テロップでしてみよう、どういうこと、テロップでやってみよう、あ、ななちゃんが来た、あ、ななちゃんが、磯崎です、カメラをつけてやって、あ、こっちどうしよっか、どこ来るか、ここ来るか、あ、これでも使えないか、あゆちゃんめっちゃ傘かかってる、ここに来るここに来る、座る椅子ある、あ、椅子、それ使えばいい、うん、うん、そうだね、みんなやるよ、みんなやるね、救急出演ありがとう、椅子崎さん、はい、わー、いや、かわいい顔してるから、ちょっと目がつられちゃうからさ、気をつけて、ありがとう、みんな、イエーイ、私もじゃあ、みんな私以外につられないようにこうしとこう、救急出演、磯崎さんには感謝しかないです、休む暇もなく休む暇もなく、よいしょ、ありがとう、つられちゃダメ、ありがとうね、ぜひぜひぜひこれからもよろしく、なーちゃんの子こっちにいる、なーちゃん、なーちゃんは私の隣にいます、私の隣にいるみたい、私の隣があゆで、あゆの隣があんちゃんで、あんちゃんの隣がなーちゃんです、いやー、はい、いやー助けて、でもこれさ、ドア開けたら見えちゃうんだよね、確かに、あ、もうちょっと寄る、もうちょっと行けますよ、私どこへでも、ちょどこへでも行けます、ちょっと袋がさ、え、大丈夫かな、うん、大丈夫、あ、もう最近ずっとそれ歌ってる、いいよね、君の子、目がかゆい、あ、目がかゆい、日常から毎週深夜を線路続いている、あとちょっとさ、ずっと水持ってるから、うん、あ、もう置こう、これさそう、私水穂選抜大好きだから、水穂選抜できてよかった、こんばんは、こんばんは、よかった、つられてなくて、あ、え、6位よめ、6位上がったの、うち特
トップ10突入。とりあえず15分経過。びっくりした。トップ10突入。やったー。5位まで。私があんまりしないやつ。1ポイント。あんまりしないよね。なんやかんやで私、なんか私みんな知らないと思うけど、意外と私みんなに対してなんか可愛いでしょみたいな感じしないんですよ。あ、来た来た。あ、待って待って。奥村さんち。でも奥村さんちのまま今からお出迎え。お出迎え。そうだったの。でも暇だったから来た。あと今奥村組。奥村組だよ。組長だから。どんぶらこー。あ、組長だ。組長だよね。じゃあ、さよなら。じゃあ、頑張って。はい。かわいい。かわいい。先生、ももちゃん。組長奥村組何奥村組。なんか、ももちゃんが考えたやつは、奥村さんちの桃らしいんだけど、なんかもうみんなに、奥村組の組長にされてるらしい。行きたいな。その話聞いても大好きです。ありがとう、たくさん。ガラダセンネスコヤカちゃんダブル、こんにちは。あ、腕が痛い痛い。全然名前かわいいでしょ。飯を食うスープパスタを食べる。あ、お腹空いた。お出迎えに行って、お弁当食べる。麺にさ、何かが入っている。弁当食べます。今日豚汁買ったのにさ、まだ食べてないな。めっちゃめっちゃ高かったやつ配信で。その経緯話してほしい。私別にさ、高いなって思わずに、集合時間のちょい前ぐらいに着いちゃったから、でもなんか食べるもの欲しくて買いたくて、なるほどね。豚汁食べたいな、豚汁と思って豚汁探して、買ってみたら、値段見ずに買ったの。あ、380円もして。やっちゃった。豚汁380円って、さほちゃんと2人で豚汁380円みたいな。でも具だくさん豚汁だった。そう、でもみんなが思ってるのが即席なんていうの、お湯入れるやつじゃなくて、ちゃんと元から手が出るやつ。温めるやつ。そうそうそう、温めるよね。なんかね、温めるやつ。すごいちゃんとしたやつだったんだよね。何手持ちで食べたいなと思って、布が邪魔だなって。私も食べたい。あゆまずいからやめたい。なんで私だってまずいよ。あゆ、あゆ美味しそう。じゃあ、やだ、美味しそうだから食べる。やだ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 。本当に食べるよ。みんなに本気で食べる。あ、いいだ、ツッコミね。やだ、やだ、私手のひらが食べたい。どうぞ。え、本当に食べるよ、私。どうぞ。やだよ。やだよって。だからこっちでバレてるんだって、私の配信だけだったら。え、どうぞ。牛丼屋さんのさ、牛丼？え？はい、食べてないですか、あいつ。触れてすらいない。なんやかんやで恥ずかしいですね。一緒に連れてきた。お、あやなすぐ食べれる。いいな。楽しかったですか？あやなすぐ食べれるんだけど。じゃあチューする。待ってる。こんにちは。え？まだですか？まだですか？まだですか？あれ？まっちゃんもう準備完了なんですけど。ありがとう、ハッピーハロウィン。無理です。無理無理無理。口が先にあゆやってみてほしい。はい、泣かせない。そう、今日はあゆで出してなんですよ。漏れてるかも。なんか言っちゃったけど本当に。衣装店されちゃいました。キッチした。こんにちは。されちゃった。え、あゆいつも楽屋でさ、意外とこんな感じじゃない。うん、めっちゃベタベタだよね。変わらずだよ。ベタベタです。めちゃんこ口洗わない。そんな汚くないし。なんか最近めっちゃ一気に寒くなったよね。わかる。わかる。わかる。あ、ありがとう。ありがとう。ハッピーハロウィン。あの別だね。キスしちゃいました。ではスタッフさん
え、でも壮絶なことだよね。そういうことだよね。だっていきなりチューってことでしょ。そうだよ。ってことでしょ。ってことだよ。仕事終わった？お疲れ様。私はこれからお仕事。あ、来る。来い。あ、お菓子いっぱい。トリートはトリート。え？ちょっとな、まだですか？いつまで待たせるんですか、私のこと。死亡は開演間に合わない。あ、遅刻マンがいる。するんだ。しましたイルカンピが。この今日はイルカンピが私の何人いるかを振ってのこうに注意しました。チッとあげた。ほぼ触れたかどうかわかんないくらいだったから。なんか言ってるし、頑張ったよ。でも私頑張ったよ。頑張ったよね。うん、頑張ったね。なんやかんやでしない。そうです、ヒロカップって本当に甘えない。あゆ大好き。私あゆのこと、あゆ大好き。ヒロカップに、はい、この間あのスマホゲームをさせてもらいました。あれ踊ったし。8人ね、あとやめ。今日は8人です。そう、私がやってって言った。違う違う、初速が。あ、そういうこと。みんな今日はこの今日じゃないか。今は何をしてるか。私がやってって言っちゃった。謝るのはじゃあ佐藤だな。私が代表して謝ります。立ち悪くないもん。あの、あゆがゲームオーバーになりそうになっても、どう考えても佐藤ひろかのせいです。ゲームオーバーになりそうっていう時にこれをね、あの踊ってくれたんです。これは私やるって言ってます。どうだろうね。踊る分にはいいんじゃない。踊る分にはそうだよね。運転中は気をつけてね。大好きこれ。危ない危ない危なかったね。いろいろと危なかったね。そう、でもあの怒られたんだよね。私怒られてはないけど、あがすなんか、あ、そう、そのこの事件があった後に、なんかもう窓見てなんか面白いのないかみたいな、綺麗みたいなずっと言ってて、そしたらレインボーブリッジ見つけて、でレインボーブリッジだって言って、でみんなに、みんなどこどこどこみたいな感じになって、私がここにある、ここにある、ほら見ないでって言ってたら、スタッフさんにちょっと静かにって言われて、ちょっとね。ヒロカピでも本当に騒いでたもん。ちょっとめっちゃ騒いでたから。レインボーブリッジ見たことなかったから。見たことあるんだけど。またね。まあね、そう、みんなで見たのにテンションが上がってたんだよね。そうそうそう、なっちゃったそう、その話をしたかった、みんなに面白かった話。どの種目ポイントがある。うーん、今日はね、いっぱいあるよ。けど言えない。おー、あ、ね、そう、なんか鉄筋って英語でザイロフォンっていうらしい。何それ。え、じゃあ英語できないってさ。え、そう、あんな鉄筋ってね、英語でザイロフォンっていうらしい。鉄筋ってどっち、こっちかこっちか。あ、なんか弾く方。そう、弾く。そうそうそう。私あれ小学校じゃない、幼稚園のなんかさ、うん、音楽発表会みたいなやつさ、うん、木琴役だったんだけどさ。木琴なんだ、うん、木琴は分かんない。まあ木琴役で、木琴だか鉄筋だか忘れたけど、弾く音階がホワイトボードに貼ってあって、それもあのちゃんとこの全部書いてあるのに、何弾くか分かんなくなって適当やった。ダメなんだ。え、アユはあのもともとキーボード志望だったの。あ、キーボード。そう、キーボード志望だったんだけど、なんかキーボード多くて、だけどなんかバスリンジ、お疲れ様がいないから、バス、うん、なんかあのキーボードの、あ、低い版か、でっかい、うん、あ、そうそう、なんか低い、うん、わかるわかる、うん、そう、あるよね、があって、うん、でそれをこうやって、あ、違う、なんかそう、人手がね、うん、足りなかったから、小原さん、間違えた、ちょっとバスに行ってもらえますか、って音楽の先生とか、いいですよーいいですよーって、なんか想像できる、いいですよって絶対言ってるもん。あ、オッケー待って、さっき時間のコメントも、あ、お仕事お疲れ様、あと5分、あと5分なう、だって、じゃあ壇上読みとね、10時に5時24分。
なので、あの、私はあの壇上読みをそろそろします。多分誰だろうこれ、ね、大丈夫、行きます。じゃあ壇上読みします。付き合ってくれるの、あ、いや、え、本当に、じゃあマイク代わりにしちゃう。13位清和さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12オクタゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位フナッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位ポラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位ドラゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。早すぎ。8位春507さん、ありがとうございます。みんな元気がよろしく。ありがとうございます。7位松尾さん、ありがとうございます。おい松尾さん、出てたいな、こっちにいるんだぞ。6位チュンソウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位シュウイズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位富之助さん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位ゆうくん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位ビールバラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位赤津さん、じゃあ、ありがとう、せーの、じゃあ、ナチュシンバルやって。焦れすぎやるんだ。うまっ、うまくね。勝さん、ありがとうございます。あ、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。うますぎた。調整シンバル普通にうまく、トゥルル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 ルかわいい、できた、さっきできた、うん、かわいい。ありがとう、来てくれて。またよろしくお願いします。あの、公演終わったら配信します。バイバイ、ありがとう、またね、ありがとうね、じゃあね、全然頑張る、またね。できた、ありがとう。